もう目の前にいるぞ。皆様元気やカレーは進んでおりますか？私だよ。いよいよマティブースターが解禁されてしまいましたね。どうして環境を国から次へと変えるんだ。そんなわけで連呼しましたので早速使います。見せてやりますよ。赤い一撃の力をね。編成はご覧の通り、多彩と肉薄を交えていい感じにいい感じにしております。肉薄に合わせるべきは多彩なのか的確なのか戦況なのか、この辺は今後の研究に期待したいですね。それで発展を戻して対戦開始です。よろしくお願いいたします。はこちらの西野、ミスト差があるのでサイドにデスケルしてのターン。したらばゼロに乗ったガロティファが出てきましたね。イチャイチャしやがって、に防衛っぽい雰囲気はありますが、それ以外は結構不明。あと何に見ているんだろうか。デスケル短期でゼロを相手にするのは結構大変そう。ですのでこちらもゼロを召喚の構えです。いや、反対側に F91 見えるな。先にアップ対応するか、お相手が制圧握ってるかは現状不明。ですが勇気の防衛受けとしゃれ込みましょう。ギナ様いればこの辺の受けも結構楽なんですよね。うまいこと合わせる編成も考えるべきかな。というわけでカリーンを5です。それを見てかそれを見ずか、同ラインに制圧が出現。内容はライブザクミーや、援護能力に特化したアイドルですね。ここは一旦スタンでお茶を濁します。濁ったお茶は美味しいと言いますし、どんどん濁していきたいところ。じゃあ、レッドドラゴンを出すね。さて、お客さんはどう動く。こんなことをしていては、アキラが動けないこの間に殴り抜けましょう。一方的な暴力は心を満たしてくれるんだ。通常火力弱球か、すごく強い。歌が聞こえる。任務継続に支障はない。結構削りましたが回復されてしまいましたね。やっぱ歌は世界を救うんやなって。ここでお相手が F91 のアビリティを発動。一気に畳みかける必要がありそうです。俺の真骨頂な。おととい来やがれってんだ。うふ、演出めっちゃかっこいいじゃんね。 SP 効果により性能が上がります。ここで一気に撃滅してやりましょう。逃げるなよ。一撃で楽にしてやるかかん。悲しく惨めな歴史をここで終わらせる。今楽にした。あ、俺のカリーンか。これが甘えだというのか。カリーンの敵がぶっ飛ばせー。すごい、赤い一撃すごい。 SP コミで逃げ切りだけどすごい。気持ちよくなる代わりに防衛が切りましたが、まあええやろ。左の処理はローンに任せまして、改めて右にゼロを流し込みます。野蛮の耐久もぼちぼちですね。回復切るタイミングはここかな。ここでは相手最後のカードが出現。やはり無防衛でございましたね。じゃあ誘惑するね。回復完了。ここから我々の殲滅が始まるというわけだ。左の制圧は無事に処理完了。火力控えめのカードでしたので拠点の被害は結構軽微です。なんとか防衛に穴を開けてこちらの攻めが通るようにしたいですが、どうかな。ここでデスケルの威圧を。いや、なんとかなりましたね。両防衛をこちらの殲滅が捕まえました。いいぞ、そのまま落としてしまえ。制圧流すなら左かな。アメージングでケンスパーナ2のミニットをルックするがいいね。お相手の動きを阻害するために人脈巻きます。どうしてこのユニットが人脈巻けるんですかね。ここでデスケルが撤退。次のサイクルもあるので落ちるにはいいタイミングかもしれません。じゃあ春ね、アマツが人脈使えるのはなんとなくわかるんですよ。あの機体相手のエネルギー奪って弱体化しますし、どうしてケンスパーアメージングが人脈を。まあこのゲーム、機体の性質がアビリティに反映されたりされてなかったりは結構ありますので誤差の範囲内だと思います。ここでお相手が万全を発動。せっかく守りを突破したのに30秒は攻撃が通らなくなっちまいました。アトラス持ってくればよかったな。いやでも宇宙だしな。まあここは数の暴力でなんとかしましょう。なんとかして。お相手が万全発動したのが95秒。つまり65秒の頃には効果が切れる計算となります。そのタイミングでどちらかの拠点に SP 受ければリードが得られそうですが、右側にガロードが再び舞い降りましたね。せっかく奪った守りを固められてしまいました。
そろそろデッヘル戻ってくるし、右側は連携 SP でユーリ取りに行こうかな。行くのよヤダン。相手を負担させるってことは実質半グラビなんじゃないかこれ。そして連携 SP 発動です。カウントミスって66秒じゃねえか。俺の邪魔をするな。シンプルにミスりましたね。なんてもったいないんだ。それに叶うならやつ使ってダメージの底上げを狙うべきでした。俺はゼロシステムを使いこなせていないのかもしれない。じゃあスタンさせるね。左に防衛が出現。頼みのレッドドラゴンが制圧に釣られているので制圧のみ発見でございます。残り60秒か。 SP 使うにはちょうどいいな。悲しく惨めな歴史はここで終わらせる。ツインバスターライフ出力最大。悪く思うな。今度こそダメージ確保です。このゲーム難しいね。スタンしている間に削りに行きましょう。せめてこちらのゼロと引き換えに持っていきたい部分があります。落ちたな。戦闘はまだ続いているというのに。制圧も撃墜され一旦守りのターン。先ほど落とされたカミーユを再召喚いたします。行くのよカミーユ。もう全部あれにしてちょうだい。あちらに見えるアコキタ不足。早々に戦線を上げて攻撃チャンスをつかみたいですが。悲しい時代にしたくないの。SP を倒してしまったか。ですがデッヘルはまだ結構元気です。つまるところ戦線維持はちゃんとできております。そしてお相手のゼロを撃墜。ヒーローはギリギリ生きておりますね。一層来てほしい部分が少しあります。このタイミングなら次の守りで出せるかもですし。左の制圧を無事抜けました。レッドドラゴンはどんどん君を進撃していくぞ。ここで191が再び出現。1は右ですね。殲滅2体の火力を拠点に通させないための出撃。参っちゃうね。そしてゼロが落ちましたが、なんとも微妙なタイミングで落ちましたなこれ。戻ってくる頃には試合も残り3秒程度。守りの手札として考えるにはちょっと頼りないのでカウントしない方が良さそうです。ここで怖いのは F91 のアビリティ。威圧で少しでも足止めをしたいところ。視点変わって左の天井。防衛落として揺さぶりをかけたいのですが、バッケされちゃってるせいか詰め込みが甘いですね。このレッドドラゴンさてはことは際に弱いな。デッヘルの補助トレインを守るために検知ファー出撃。人脈で蓋をする構えです。効果時間は25秒ですので、これで右側を突破されることはほぼなくなりました。強いな。視点をもう一度レッドドラゴンに。防衛落として拠点に一発入れたいのですが、大切に使わせていただきます。待ち構えましょう。なんか思ったように攻撃当たりませんね。あと一発なんですけどローさん、なんとかなりません。なんともならなさそう。わかりました。俺は死なない。望みは一体何だったんだろうな。これが俺のレッドフレームだ。怪我したくなかったらさっさと解きな。おととい来やがるってんで。こんなことなら早々に SP で突破すべきでしたね。こんなことって全員が増えたので撃滅を入れたいところ。先っちょだけでいいので受け止めてほしい。そして制圧が出現。タイミング的に撃滅は拠点に向いておりますが、俺の邪魔をするな。逃がしはしない。こちらも最後に突破を選びましたね。耐えられなかったようだ。どう？最後に一撃入れてくれ。頼む。一点へのおおせ。ダメだったみたいですね。そして時間切れを迎え試合終了です。対戦ありがとうございました。新カード対レッドドラゴンいかがだったでしょうか。火力は素晴らしいものがありますね。
セーフ的に悪く追従かもしれません。ただ6発と防衛ユニットの両立が結構難しいので、編成については課題があるなと思う次第です。それでは本日の動画は以上となります。また次の試合でお会いいたしましょう。